山時代から江戸時代初期にかけての武士、津軽氏の家臣、津軽為信に仕える。慶長九年、森山藩主となり同官は茶江門官と呼ばれた。慶長十八年、二代藩主、津軽信平の知世、茶江門は津軽騒動の絡みで、無本、大前津奉行、笹森健房の政伐を受け討ち辞にしたとも言われる。津軽藩の歴史書、津軽によれば、 1603年、津軽ための部は、秋田の佐竹氏と協議して、白沢から怒りが関までの地域と深浦から大間越津までの地区を交換し、新領土の森山間の城代として、小野茶江門を任命し、そこを森山県番所と称した。茶江門は、元金が沢の関を固めていた家筋であるとしている。小野家はもともと南朝に味方した和光の流れであるとされる。 伝説によると、茶絵門はその地位を利用して、海賊を働き、家来の先導久し6に命じて、沖を通る船から財宝を奪い取り大いに浮遊を極めたが、やがて判明により笹森氏や寺田等により討伐されたとされる。津軽旧記には、二大神牧の時、森山城代をの茶絵門に、疑いの節あり、大前津の笹森影湯左絵門のや、寺田さぬきに、これを打たせた。 尾野は、対合の勇士なので、やっと測って打ち取ったとある。笹森家の旧記にも、二代影湯左衛門の、慶長年中、森山官のおの茶衛門を打って、こうあり、地行桃石を賜るとある。疑いの不死とは、伝えられる、海賊行為なのかはっきりしない。新巻の軽視問題に絡んでのことだという言い伝えも、ある。お野茶衛門は、ガンガラアナや、 千木穴などの天然の洞窟を船隠しや奪った金品の隠し場所として活用していた。笹森たちが茶絵門館を攻めた時、点検を利用した溶岩強固な城に対して水を立つ戦法を取った。ある日、茶絵門館の一角から突然火の手が上がり、一条の白い滝が海に下るのが見えた。それは晩作尽きた茶絵門の一頭が館に火をかけ、 兵糧米が敵の手に入るのを嫌って、それを海に投げ入れていたのである。茶絵門館の北の麓に姫屋敷と言われるところがあるが、そこは茶絵門の娘、千鶴姫が住んでいた場所である。トンネル掘削の際に多くの武具の他に、かんざしが見つかったと言われる。姫は、子、人間付近の戦いの最中に自陣したらしい。落城の際の照明が、 海側の断崖の面に今でも多く残っているという、ありがとうございます。